どうして私はカメラの前で一人で喋っているんだろう。せーの、まこです。じゃじゃーん。1万円分の洋服や靴などが入っております。なんかね、私のお母さんはウィゴーのことをヒアウィゴーって言うんですよ。でも一つ聞いてほしいことがあって、私今撮影してるのが7月14日なんですよ。この服買ったのが本当に7月入ってすぐの1週目ぐらいで買ったんだけど、8月にこれ紹介する服じゃないんじゃないかなっていう、ごめんなさい。まず一つ目がこちらです。これはね、リネンブレンドビッグポケットオーバーシャツのブラウン系チェック、こんな感じの柄、結構大きめのサイズなんで太もも上ぐらいです。でお値段が2999円プラス税込みです。そしてなんとなんとなんと、下のパンツがセットアップのハーフパンツになってます。リネンブレンドタックショーツのこっちと同じブラウン系チェックの色です。で値段が2599円プラス税込みです。4時間ぐらい寝てる。セットアップの中に着るフロントボタンリブタンクトップ、値段が1590円です。安いよね。こんな感じ。厚底コンフォートサンダルのブラックの M です。よく見るタイプの形のサンダルの厚底タイプだったのでいいなと思って、300円のフリーサイズの、なんか名前がこんな感じ、初めて見た。これに合わせました。うねうねしてる390円のピン、タトゥーシール100円だった。できんのかなこれ。お、はい、ということで1万円コーデどうだったでしょうか。女の子っぽい要素もあっていいかなと思います。靴もね、結構たくさん使えると思うので使っていきます。この動画見てくれてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバイ。